右肘左肘のやつチャンネル登録したよ。アイムヤソジ。そう、明日命がけのジャグラーなんだけど、3000円だけにしよっかな。明日のジャグラー3000円だけにしよっかな。新世界行こうかな。どうしようかな。バッグ準備していった方が良くないですね。ナイス押してる。ナイス。ナイス。ナイス。セットされてるからナイス押してる。ちょっと昨日のリスワンランキング結局ないやん。ちょっと待って、昨日のリスワンランキングおっちゃんないやん。ていうかゴールデンランキングのやつだけ。やばくない？おっちゃんもしかして昨日のリスマンランキング入ってなくなる？昨日めっちゃ接戦やん。何があって、なんで昨日こんな閲覧多いの？若さまで65位やん。マジかよ。マジかよ。すごいよね。若さが昨日もデイリーに入って17位、7万円稼いでる。442万ポイントってどういうこと？442万ポイントってどういうこと？こじれてるから辛らすかけ嫁に中杯やろか。聞いとこう。せやで、花火こそせる。大花火、花火触る。高額課金アイテムを使います。それ以外吐くよ。コイン50枚借りられへんやつ。ウーバーで稼いだな。マリオタンさんにじゃないですか。びっくりした。何かな。絵文字で人参投げつけられた。なんか最近ね、いろんな枠から見に来てくれるんですけど、マリオタンさん、どこの人ですか？庄司の気候、気候な、庄司に気候なんかあったっけ？あそこのこと言ってる。前の全然違う、なんか、カスカその店の、なんていうのかな、タウンライトのこと言ってる。気候なタウンライトのこと言ってる。あんなとこ出るわけないよ。あんなとこ出るわけない。庄司の気候な行くんやったら、庄司駅前の天一行った方がまだマシじゃない？天一の方がまだ遠隔されてる。まだ最初までペカリ最後の前で出てるから。それアンケート教えてくれんの？気候なって過疎の店を買収していってでかくしていってるから、結構な店増えてるでしょ。なん
でやる、アンケは絶対ってことで、ちょっとアンケ取ってるのかな、明日ジャグラー勝つって、明日っていうか今日やけど、ジャグラー追い出されるパターン、これね、駅からめっちゃ追い出されるパターン、今日でもあれできる、考えたらさ、おっちゃん、あのレクサスの、あのドラレコの SD カードめっちゃいいやつ入れっぱなしのままで売っちゃったわ。いいけど32ギガのいいやつ入れたままで売っちゃった。いいけど、車庫行ったっていう都市伝説、どこ行った？乗りますって言ってみよう、これ。乗りますって。チャンネル登録よろしくね。アンケー、アンケーアンケーは54321ダーン。で人生ゼロかって、おかしい。なんで6人が人生ゼロかって言うんだけど、どんだけや、どんだけ。アムーンさん、ニンニンありがとうございます。ニンニンありがとうございます。ニンニンかわいい、かわいい。
いいにゃだ。よっしゃ。いいんじゃ、待って。ありがとうございました。おやすみなさい。運営の仕業か。なるほどな。そう。ちょ、切符が発売中止やねんけど、なんで？チケット発売中止やねんけど、なんで？演技じゃないです。マジか。そうかもしれんな。一人はおりちゃんを抜いていった。もう一人後ろにおって、まだ駅の中のベンチの中にもう一人おんねんけど。やばいな。誰もいなくなった。そして誰もいなくなった。なんか向こうに、あ、電池なくなる、やばい。電池がなくなる。そして誰もいなくなった。そして誰もいなくなった。メガハーです。そして誰もいなくなった。で、最後の乗客は向こうへ行った。やばい、こっち来た。駅員来た。やばい、来た。逃げろ逃げろ、駅員来た。逃げろ。やばい、駅員が来たぞ。逃げろ駅員来たぞ。逃げろ。隠れろって、隠れるとこないわ別に。隠れるとこなんかないわ。駅員に抜かれるかもしれない。ちょっと足痛いから。足痛いから抜かれるかもしれない。めっちゃ足痛いから。あ、足痛い。そして誰もいなくなった。
助けてー、おばあさん、俺は何もしちゃいない。じわじわ来るやろ、じわじわ来るやろ、じわじわ来るやろ。ここを一人で、駅のここを一人で駆け下りて、一人で撮影してんのよ、ここ。一人でこうやってダッシュでガー駆け下りて、ダッシュで駆け下りて。俺は何もしてないんだ、助けてくれ。俺は何もしてないんだ、お前さん、助けてくれ、助けてくれ、開けろ、開けてくれ、開けてくれ。足痛い、まあ、もういい、もう足痛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 い。嫁から LINE で、お酒全然ないってきたから、お酒買って帰るわ。もう行かないわ。もう行かないわ。何回やらすんだよ。お酒代ちょうだい。お酒代。もうしないです。もう今日はしないです。どうせまたするんでしょ？あなたたち一生のお願い毎日するんでしょ？どうせまた明後日じゃないな、金曜日の仕事終わりにどうせまたやらされるんでしょう、俺ちゃん。何綺麗に言うとんの。見てたやろ、見てたやろ、絶対見てたやろ。お前ら、お前ら見てないわけないやろ。桃のストロングの500と何買おうかな、何買おうかな。あ、パイナポーええな。桃とパイナポーと何買おうかな。知ったいわ。ちょっと通線チェックしよう。チューハイ代落ちてへんかな、チューハイ代くれへんかな、誰か。そう、桃とね、桃とパイナポー、桃とパイナップルを買うわ。桃を買うわ。何を覚えてんな、君は。あの時、あれ、ほんまもんやったんかな。もう未だに分かれへん。
ほんまもも来てたっぽいけど、あんなとこ、あんな時にあんなとこで喫煙枠なんかするからな、本人かどうか分からへんなんねん。あ、この間18金ゴールドランキングで1位になった俺ちゃんの勇姿を見せてあげたかったな、ももちゃんに。すごいだろう、どうだすごいだろうっつって。まあ俺ちゃんが1位になったわけじゃないねんけど、俺ちゃんの枠が1位になったわけなんだけど、俺ちゃん別に何もしない、うん、パチンコ行って負けて帰ってきただけや、あの日。もうこけたら立ち直れないから、こけたら多分立ち直れない。今日晩ご飯何つってたかな、ちょっと待って、晩ご飯ね、晩ご飯何つったかな、晩ご飯ね、今日の晩ご飯はなんでや、良いことなんでや。今日は冷麺と焼肉のタレ炒め。どういう意味、冷麺。いや予約はしてない、別に予約はしてないか。ちょ、中杯代ちょうだい、花火一発ちょうだい、誰か花火一発ちょうだい、誰か花火一発ちょうだい、花火一発、中杯代ちょうだい。500円で買えるから。ないやろ、どう見ても、どう見てもまだないですよ。どう見たってフーディーなんてまだないよ。夏物コーナー引きたいけどないやん、ほらまだフーディーなんて。そんなん見に来てる場合ちゃうねん、早く。もうほら遠回りしたから、無駄になってん時間が。クリアスパイラルコールだ。変な人やろ、何回も聞いたら。どんだけ風鈴にこだわっとんのと思われるよ。91円安い、91円。これだ、これ91円と、よいしょ、これ108円。はい。
風鈴まだ入ってないですよね、今年。風鈴まだ入ってないですね、はい。何月ぐらい入ります？そうですね、風鈴入るかどうか、その辺までちょっとね。まだ決まってないですか？そうなんです。あ、わかりました。また会った時は見てみます。はい、ありがとう。はい、どうも。入るかどうかすらわからん言うてたやろ、ね、君ら聞いてなかったのか、ね、っていうかナイス誰も押しないよ、ね、どういうことやねん。ナイス押せよ、ナイスナイス押せよ、ナイスはよ、ナイスを押すんだよ。ナイスを押すんだよ。メガホンを出す。そりゃ東急ハンズまで行ったら売ってるやん。誰がそこまで風鈴買いに行くねん。君らむちゃくちゃええな。あ、知った。いや、別にスプレーでええわ。別にスプレーでええわ。足が痛いんだよー。100円足りんかってびっくりしてんけど、1000円札出したからよかったようなもんの。100円足りんかってんけど、恥かくとこやった。危なかった。1本減らしとけばよかった。3本にしとけばよかった。あかん、電池がなくなった。完全に電池がなくなった。なんでないですよ、優しいまで。やばい、電池が 5% になった。でも 1% からどうせ長く持つから大丈夫やけど、どうせ 1% になったらあの内部電池使って、あの寿命伸びるから大丈夫やけど。足痛い、足が痛いんだよ。足痛い。モバイルバッテリー多分カバンの中には入ってると思うけど、もう出す元気がないわ。出す元気がないわ。カバンの中のモバイルバッテリーを出す元気がないんだよー。足が痛いんだよー。1時から3時第一希望にしてる。で3時から5時を第二希望にしてる。多分1時過ぎとかに来るんじゃない。そんな真っ昼間には来ないと思う。あいつらどうせサボリーマンや。どうせサボリーマンだから、どうせあいつらサボリーマンだから。ガス屋なんて、あの昔はあのピコピコ売る訪問販売みたいな、ピコピコ売る訪問販売みたいなもんだったから、ガス器具ないのにピコピコいりますか。いるわけないやろ、うちガス器具ないっちゅうねん。ガス器具ないのになんでピコピコいんねんみたいな。ルルルコールつけときませんか、なんでいんねん。電話も引いてへんのにどうやってルルルコールすんねん。そんなバカたちみたいな。ルルルコールを取り外し失敗したもん、俺ちゃん。デジタルホームテレフォン30万デジタルホームテレフォン売ってる時、うん、あ、ずらりな、ありがとうございました。うわ、またや。テレレテテテレテレレレテ、じゃんけんぽん。